んばんは。あ、そうだ、ハイカードのねビジュアルが公開されまして、もうどっちにも載せてるんですけど、ミシェル・レッドウィンブ、ブ、ブに点々ってどうやって発音したらいいか分からん、にっていう役なんですけど、あのクリスの妹ですね。ビジュアルが今日公開されて、はい、仕事終わりにツイートしたんですけど、まあ仕事まだ終わってない、終わってないんですけどね、まだね、あるんですけどそう、マジでなんかああいうショートは初めてですね。なんか女の子ショートは初めてかも。前キスバイじゃなくて、あ、キスバイとかで、あのティボルトっていう役で、男としてはああいう感じのほんとグレーっぽい髪の毛の色の、もっとあれは短かったんです。襟足とかがもうほんと男の子だったからなくてみたいなだったんですけど、今回はもう本当に女の子のショートみたいな、そうっていうので、あれは本当に初めてで、あのタイプの色もまた初めてだったんで、なんかすごい、あの、そうですね、ショートの貴重な私って感じ私圧倒的に髪の毛がずっとロングなんですよ。マジショートにしたことってなくて、あそこまでのショートって、なんでまあなんかショートにしたら、まあ、いなちゃんはあんな感じかなみたいな。でもまあ私はロングですけどねそう、ショートってみんなが言ってくれてても私はロング貫きます。今めっちゃ長いですからね、髪の毛今伸ばしてる、伸ばしてるっていうか、もう切ったりもしてるんだけど、まあほぼロングみたいな感じでやらせてもらってるんで、もう絶対短くはしないですね。私がなんか短くするとしたら、なんか仕事でしてくださいって言われたらするけどなみたいな感じかな。やっぱりそれを言われない限りはショートにはしないですね。しかも一回ここまで短く例えば切ったとして、ここまで切るとするでしょ、このうちの今のこの長さまで伸ばすのに果たして何年かかるんだろうって思うんですよ。そうそうなんですよ、だいぶかかると思うな。本当に今の長さまで伸ばすんだったら多分4年がかかりそうだなって思うから、4年も我慢できない。から絶対嫌ですね絶対嫌ですね。そんなになんか中途半端な長さでいられないわ私は。でもまあ正直今こう長いですけど、
このハイカードが始まる頃にはちょっとまた切ります。いや切りたくはないんだけど、今のこのちょっと長いのは気に入ってるんですけど、でも多分5センチぐらい切るかな。うん、5センチちょっと、それ10センチぐらいいこうかなと思ったんだけど、いやちょっとなーと思って、5センチぐらいは切るかなみたいな感じですね。なんかこの長い髪がまあよくなんかこのウィッグの中に収まってんなとは自分でも思うんですけど、やっぱあんま髪の毛長すぎると頭がね変にねもっこりっていうかでかくなっちゃうんですよ。この髪の長さの分どうしてもやっぱりさ、あのなんて言ったらいいんですかね、ねやっぱ髪の分厚みが出ちゃうじゃないですか、この頭の周辺に。なんか私それこそキューティーハニーの時は今ぐらい長くて、でも全然ロングだったから分かんなかったんですけど、でもショートってなると結構ごまかし効かなくて、頭にボリューム出ちゃうとなんかちょっと頭でかい人みたいになっちゃうとバランス悪いなと思って、なんでちょっと髪は切ろうかなとは思ってます。ただ長いロングですけど、今みたいにめちゃくちゃ長いっていうのはやめようかなって感じ。あの今まで私がさ結構ロングでもさ、まあそれなりにこうずっと切っては短く切っては短くっていうのをずっとしてたじゃないですか。だからもうあの頃ぐらいのなんかロングに戻そうかなって、ちょっと思ってますけどな。今結構このめちゃくちゃ長いのが気に入っててですね、私が我ながらなんか似合ってんなと思っててちょっとね切るのねもったいないなと思って、結構2年ぐらいかけてこの長さに伸ばしたんで、いやちょっともったいないなという思う気持ちが否めなくはないんですけど、まあでもなーと思って、まあ、どうせすごい短くするわけではないけど、まあ、ロングっちゃロングだし、多分ぶっちゃけ分かんない人からしたらマジで切ったとか分かんない、5センチしか切んないからね。ただ5センチ伸ばすのにめちゃくちゃ時間はかかるっちゃかかるんだけど、そうまあだからこう人それぞれの価値観なんですけど、でもやっぱりな、なんか長い、なんかちょっと前までの短い頃の私、ここまで伸ばす前の私はね、その中途半端っていうか割と変な長さが自分では結構いいと思ってたんですけど、まあ、そのやっぱりさ自分の中でのさあるじゃん、その流行り廃りじゃないけどさ、いいと思う長さみたいなのが、で私は結構このそれぐらい長さがいいなとかって思ってたんですけど、なんか分かりやすいのないかな、それなりの長さだった時とかね、それなりの長さね、あそれこそこの久しぶりのリップグロスの時とか、ほらこれぐらいの長さなんですよ、私基本ベースこれぐらいの長さなんですよね、多分今までこう皆さんがよく見てた長さって多分このぐらいの長さで、これぐらいの長さが基本的な私の長さで、今がちょっと長いんですよね逆に、まあ、これぐらいもいいなと思ったんですけど、でもやっぱり今の長さの方がやっぱなんかいいなって自分でちょっと思っちゃってて、惜しいなって感じなんですけど、切るのちょっとなとかって思うんですけど、まあ5センチぐらいだったら切ってもなと思って、5センチぐらいは切ろうと思ってます。ただ行ければね美容室に行く余裕ないんで何とも言えないですけど、今本当に忙しいから。でもねめっちゃ髪乾かすのすごい大変です、もう本当に乾かない、もう本当に乾かなくてめっちゃ眠たいもん本当に乾かなくて本当に眠たいです。
明日もめっちゃ朝早いですよ。私明日また6時起きとかですわ。明日は6時起きで、9時過ぎぐらいかな、帰ってくんの。っていう感じかな。あー長い、明日も長いよ。明日は朝一部からね、オンラインお話し会があるんで、まあ皆さん来てくださる皆さん待ってます。でも私その後すぐ稽古に行かないといけないんですよね、間髪入れずに。そう、もうすぐ稽古に直行して、稽古行ってそのままもう終わるまでずっと稽古なんで。ショールームの時間がですね、なんでまあ稽古終わって帰ってきてたんで、まあ10時前とかかなっていう感じだと思います。でももう最近そんなスケジュールしかしてなさすぎて、なんかもう普通になってきたなーって感じ。うん、なんか普通になってきたかもしれない、このスケジュールが。ただ本当にね、マジで風邪だけマジひかないようにしないといけなくて、その武道館が終わってもまだ私には、オットタクシーっていう舞台が残ってるんですよね。だから舞台が、その武道館が終わってもし寝込んじゃったら、私本当に稽古参加せずに本番みたいな、になってしまう可能性大だから、まずそれを本当に避けないと本当にやばいから、もうとりあえず本当に健康にだけは気をつけようって思ってます。うん、いやマジでやばい、本当に風邪ひかないように。でも今めっちゃ気張ってるから、多分自分が忙しすぎて、多分もうなんかピリッとしてるから、だから多分今風邪、周りがひいてても多分元気でいられるんですよ。だからその気をよければ1月まで張ってもらってほしいな。もう舞台終わるのが1月の29なんですよね。その10、今の武道館が終わった後に次が18から12まであって、で地方公演も行くから、地方もやって、でそれ終わるのが11月末でしょ。で12月のね舞台自体がね、12月のね、ハイカードが12月の何日だっけな、19とかからかな、19とかだから、12月のもう真ん中ぐらいからはもう稽古が始まるんですよ。だからまあもうぶっちゃけもうちょっと余裕があるんだったら12月の頭、もうここでも引くなら引いて ここで引くなら引いて、12月ハイカードの舞台やって、で1ヶ月でしょ、大体稽古期間1ヶ月やって、んでもう本番みたいな。で12月で終わって1月本番みたいなって感じ。もう本当にでも弾きたくはないのよ。でもただ絶対終わったってなる時点でフッてなるし、もう正直ね、もう本当にね、いやーそうなんすよね。ちょっとまあそうなんすよね。なんかうーん、寒いじゃんね。ねえ、なんか本当に。でもただとりあえず今本当になんかもういろんいいろいろ行きたいとこめっちゃあるんですけど、マジで時間なくて、というか時間ないっていうか、もうシンプルにそうなんですよ、余裕がないっていうか、もう朝ね、だって6時とかに起きてさ、8時ぐらいからレッスンして、でも終わったらそのまま稽古行ってみたいな、8時とかぐらいまで稽古してたから、もう普通にね、その行ける時間がなくてね、全然いろいろ行きたいんですけど、全然いろいろ行ってないですね。
やばい。いや、行きたいとこめっちゃあるんですけど、いろいろと全然行けてないですね。なんか針とかも行きたいんですよ。もう体バキバキだし、顔もバキバキだから、針とか行って一回筋肉ほぐしたいなと思うんですけど、時間がなくてね、行きたいんですけどね。マジ過去一忙しいから、今私ちょっともう売れっ子すぎて死にそうですね。いや別になんか売れっ子ではないのよな、正直。そう、売れっ子っていうのはさ、一日にさ、いろんな仕事をしてるっていうのを売れっ子って言うんだけど、言うと思うのかな、わかんないんだけど、なんかシンプルにあれだね、なんかあの覚えないといけないことが多いっていうので苦しんでるだけかな、正直。なんか売れっ子の人ってさ、例えばじゃあ朝からなんか雑誌の撮影でみたいな、取材してみたいな、撮影してみたいな、ロケしてみたいな、そういうのさ、こう引っ張りだこで売れっ子って言うけどさ、うちは正直さ、そのなんて言うんだろうな、仕事としては、まあ、ぶっちゃけ武道館の20、21、22と、オートタクシーの8から12でみたいな、この分かる数字だけで言ってしまうと短いんだけど、じゃあそれをするためにっていう期間が長いっていうだけ、長いっていうか、それするための準備がめちゃくちゃ大変っていうだけであって、まあ裏だから、まあ正直なんか、あれっていうのはないんですけどね。売れっ子ではないのか、シンプルにかぶっててしんどいなっていうだけかな。まあでも自分でやるっつったんでね、もう、はい、やるっつったんで、もうこれはもう自分が決めたことなんで、苦しんでも自分が悪いです。いや、ちょっとほんとこんなに、いや、こんなに大変だとはちょっと思わなかったんですよね、正直。ちょっと思わなかったの、正直ね。いや、頑張ればいけると思ったんですけど、思った以上にですね、武道館が結構大変で、そして思った以上にですね、オットタクシーの稽古に行ける日数が少なかったということ。なんか思った以上に稽古に参加できない日が多すぎてですね、結構参加できることが少なかった。あとそのオットタクシーがちょっとやることが多いなっていうのも、まあぶっちゃけって感じで。そうなんですよ、でもせっかくいただいたお仕事だから頑張ろうと思ってやりますって言ったんだけど、自分をねちょっとね、過大評価しすぎてたかなと思うところもあるんですけど、まあもうでもやるしかないので、とりあえずもう死に物狂いでかじりついていこうかなと思っていますので、はい、マジで本当に今回これは武道館がワンデイズだったらめっちゃ楽だったんですよ。1日だけだと曲数もある程度じゃないですか。3デイズなんでね、曲がね、はい、そしていつも通りみたいに立てない、番号にみたいな、当日まで番号に立てないから、ちょっと番号が覚えられないって言うと体に染み付かずに覚えないといけないっていうのがちょっと難しすぎて、もう私あれめっちゃ飲んでますよ、あの森永さんのビフィズス菌。はい、脳と腸がつながっててね、記憶力の維持にいいんで、あのマジで毎日飲んでます。今日も飲みましたけど、さっきまで飲んでたんですけど、マジで本当に。でも本当にね、いいですよ、マジで。なんか腸飲んで、腸が本当に、マジでいい感じ。なんか私本当にストレスでめちゃくちゃ今食べちゃってて、過食がすごくて体重3キロ太ったんですけど、あの本当は太っちゃいけないんですよね、実はね。痩せないといけないんですけど、痩せないといけなくて痩せたんですけど、ストレスで太りまして、結局やばいんですけど、でも本当にね、あのめっちゃいいですよ本当に。あ、ちゃんと、あ、適量は、あの、ちゃんと、あ、適量をさ、え、待って、ちゃんとあの飲みすぎたらいかんよって、そんな初歩的なこと言われることあります？え、逆に致死量を超えて飲む人っているんですかね。いや、私はなんか薬でも何でもそうですけど、一日何錠って書かれててそれ以上飲んだことないんだけど、そんな勇者ではないわ、さすがに。
そう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 。やばいでしょ。あ、やばい、もう15分経った。終了にします、終了にします。しょ、こんなのんきにねショールームやってる場合やないよねんな。明日のマジで台本覚えないとマジマジでやばい、マジでやばいやばい。もう全然覚えられてないんだよ台本。まだ全然覚えられてないんで、本当にちょっとやばいっす。こんな喋ってる余裕はなかった。ランキング読みますね。なんかすごい中途半端なこと、とりあえずなんかあのハイカードのビジュアル公開されたことだけめっちゃ伝えたかったんで、それが公開されたっていうことを皆さんに伝えられたんで、もう私の今日の仕事は終わりです。 OK OK。 10歳ニューネームさん、12、上谷優さん、11ナッティさん、10シュガーさん、9マサトさん、8シンドさん、7位コンヤさん、6位あきひこさん、5位岡山さん、4位近いしーさん、3位ザク1973さん、2位さん、まさた下の方の司会よろしくね。あ、よろしく。そして今日の第1話、パンダマルさん。ありがとうございます。明日はね、オンラインお話し会で、明後日もオンラインお話し会で、ジェイムラさん、オンラインお話し会でお待ちしております。来てくださる方。明日がね、確かね、完売したとかだったかな、確かね。うん、なんで明日完売したということで頑張ります。とりあえず押すと稽古に間に合わなくなるんで、とりあえずね頑張ります。じゃ、そんなわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。皆さん、明日はゆりなちゃんツインテールっていう約束したんですよね。そう、忘れないようにしないと。明日ツインテールっていう約束をしたので、ツインテールと思ってみんな来てくれるだよね。あれ違うっけ、私あれ明日じゃなかったっけな、あれいつだっけな、なんかもう記憶ないんだけど、うちあれ明日だよね、合ってるよね、あれ間違ってるかな、あれ明日じゃなかったから、あれいつだったっけな、いや明日なはずなんだけど、あれ違うっけな、え、誰か教えてくんない、ちょっと今今、え、誰も知らないの、誰もあれですか、覚えてないか。明日だよね、そうだよね、合ってるよね、 OK、 了解、分かった。じゃあね、みんなまた明日、バイバイ。